どうもブラマジ田中です。今日はねリクエストにお答えしてトレーニング用のバッグの中身とあと普段のバッグの中身を紹介していこうと思います。トレーニングの時に使うベルトとかパワーグリップとかをね紹介していこうと思います。まずねカバンはライダーウェアの大きいやつ、これがトレーニングの時に使ってるカバンで、中身はまずこれ去年かなにスポルテック行った時にもらった袋の中にベルトとパワーグリップ入れてます。こんな感じで、ベルトは一昨年にね友達に誕生日プレゼントでもらったゴールドジムのなんかちっちゃめの一番ちっちゃいサイズだったと思う。最近ようやくねフルクローズできるようになりました。でこれはパワーグリップで、これも友達からもらったやつなんだけど、友達のお古もらいました。だいぶだから使い古した感じ。これもゴールドジムのやつなんだけど、この黒色が豆にめっちゃついて手が真っ黒になります。あとちょっとちっちゃいかな、自分にはここがなんか赤くなるいつも。でもちょっとゴールドジムなのでいいやつだからね、壊れるまで使います。で次はタオル。タオルはね Be Yourself っていうブランドのやつで、このタオルめっちゃおすすめなんだけど、ここにジッパーついててポッケになってるの、編み編みだけど、でこれが携帯とか入れるからめっちゃいい。でここがなんかベンチにかけれるようになってるの。一応写真載せると思ってるんだけど、なんか普通のタオルをさベンチにさ引くとさ、トレーニング終わった後にベンチからさ立ち上がるとタオルが落ちたりするじゃん。それでまたかけるっていう手間がかからないからめっちゃ有能だと思う。ただこのタオル買って3回使うぐらいまでは顔に繊維がめっちゃつくから、何回か洗ってから使った方がいいかもしれないです。これ黒も緑も2個買いしました。で次、はい次 EAA のボトル、バルクスのやつ。バルクスとブレンダーボトルのコラボなのかわかんないけど、これはねメモリは1000まであるから 1.2 リットルぐらいまで入るんじゃないかな。1リットルはトレーニング中に飲むからこのサイズが好きです。中身は今はこの竹内製薬さんの EAA 飲んでます、ピーチ味で。あとはウエストシェイパー、これは筋トレ始めたてぐらいで買ったんだけど、なんかお尻大きくてウエストが細い人がみんな使ってたから買いました。 MJ ディーバのやつで、でもこれをなんかウエスト細くなりたくて日常的にずっとつけてたら脊柱過敏症になっちゃって、ちょっと使う回数減らしてるんですけど、まあ、減量中かな使うとしたら、増量中はあんまり使わないかな。これやってると本当に熱くなるから燃焼もすると思う。でトレーニングベルト、最初に紹介したトレーニングベルトを使うのはスクワットとデッドリフトぐらいかな。重量上げるときしかあんまり腹圧をちゃんと使えてるか確かめるためにベルト使うぐらいなんだけど、デッドリフトって言ってもルーマニアンデッドリフトしか私はやらない。じゃあ次グルタミン、これはトレーニング後にちょっと EAA 余らしてそれにぶち込んでます。トレーニングをすぐ飲んでるかな。グルタミン飲んだら、まあ、そのちょっと後にプロテイン飲みます。バルクスのシェイカーにこのダルWPI のプロテインを減量中は飲んでます。私乳糖不耐症だから WPC だとちょっと乳糖多くてお腹壊したりするから基本 WPI です。ちょっと高いけど、でバルクスは WPC のプロテインの方が美味しい、私的にちょっと WPI の方が味が薄めかなって感じです。でこれをシェイカーに入れて飲んでます。減量中はあんまりプロテインは飲まない。減量中はっていうか減量末期だからだけど、ちょっともうタンパク質は飲み物じゃなくて食べ物で取らないと燃焼がね、食事性熱有酸性みたいな感じの名前のやつが食べ物の方がねしてくれていっぱい燃焼してっていうのを聞いたから、プロテインはちょっと減らしてます。じゃあ次行こう、汗拭きシート、100均のやつです。これは筋トレ終わった後シャワー私浴びないんで臭いなと思ったらこれで拭きます。でもうカバンの中はもう終わりなんだけど、減量中に飲むサプリメントも紹介していこうかなと思います。ビタミン C、 これはもう減量中も減量中じゃなくても
飲む時間としては朝ごはん食べた後、昼ごはんと朝ごはんの間と昼ごはんの後、昼ごはんと夜ごはんの間、夜ごはんの後とビタミン B、 これも同じ時に飲んでるかな。ビタミン C とで、これ CLA、 これは減量中しかあんまり飲まないです。これは食事後に飲んでます。指機能、これも CLA と一緒に飲んでます。減量中だけ。これもあとカフェイン、これは減量中特に大事だなって思ってる。筋トレ前に本当は飲みたいんだけど、筋トレ結構私夜が多くて、夜にカフェイン取っちゃうと寝れなくなっちゃうから、夜に筋トレするときは15時とかそこら辺で飲んどいて夜寝れるようにしてます。こんな感じかな。あとは車の中に入れてるんだけど、トレーニングの靴はライダーウェアの、いつもインスタとかツイッターとか YouTube でも履いてるようなウェイトトレーニング用のおしゃれな靴の毎日持ってってます。トレーニング用のバッグの中身はこんな感じです。次はね、普段使ってるカバンの中身紹介しようかなと思います。ちっちゃい、これシーンで買ったカバンで、ちょっと作りはあれなんだけど、中身はリップ、これティントの乗せときます。ここにティント、これはまあでも持ってってもうあんまり使わなくて、朝家で塗ってでずっと夜まで持つっていう感じで、下地として使ってます。あとこれディオールアディクトリップ、これプルプルになる今使ってるやつ、これはいつも持ってってる。あと財布、三つ折りの財布です。マークジェイコブズだったかな。もう三つ折りじゃないとちっちゃいカバンには入らないよね。あとこれハンカチ、かわいすぎるくない、名前書くとこあります。ハンカチもねこのサイズじゃないと入らないから、ちっちゃいのばっかり入れてます。あと携帯入れて、鍵入れて、でもパンパンになる感じかな。このライダーウェアとかダルクスポーツとかは海外のブランドで、公式で買うと届かないこととかあって、まあ、送料もかかったりするから、ドリームっていうところがあって、そこで買うと早くて次の日には発送してくれるから、まあ、絶対届くから安心って感じかな。概要欄に安くなるコード載しとくので見といてください。じゃあトレーニング用のバッグの中身と普段用のバッグの中身の紹介でした。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。みんな今日もお疲れ様でした。バイバーイ。Do-d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 o